皆さんこんにちは。黒メガネ黒の京阪神駅前探索、今日は JR 高槻駅の北口の方に来ています。今日は北口を案内したいと思います。まず特に目がつくのがこのタワーマンション。タワーマンションが4つあります。4棟というんですかね。そして阪急百貨店、そしてここがアルプラザ。以前はここから芥川商店街という商店街がありました。アーケードがありまして、ここからずっと芥川商店街が続いていました。このアルプラザができたということで、多分左側半分が立ち退きを迫られたということで、右側がそのままの状態、昔ながらの商店街が右側、そして左側は新しい商店。何かちょっと右と左とのアンバランスがありますね。ただ芥川商店街時代から残っているこのようなお店もちらほらとあります。もちろん新しくできた店もあります。左側のアルプラザの方は結構洗練された店が多い。ただこちらの方にもこのようにちょっとこじゃれた店もちらほらできているようです。ここがアルプラザの入り口。この中に大きなスーパーとか本屋さんとかが入っています。高槻の駅からここまでがアクトモール。以前は何度も言うように芥川商店街でした。そしてこの道を渡ると昔ながらの芥川商店街があります。以前は高槻の駅までずっと続いていたのですが、今は半分だけになってしまいました。さあ芥川商店街の中を歩いていきましょう。ここは結構昔から変わっていません。もちろん新しい店とかも入っていますが、昔ながらの店も多いです。こういうセブンイレブンは最近できたようですね。この町の電気屋さんとか、この自転車屋さんなんかはもうかなり古くからあります。そしてこの農園という名前の園芸品の売り場ですね、こちらの方もかなり長くからあります。そしてこの写真館、歴史を感じさせます。すごく貫禄がありますね。タバコ屋さんも結構懐かしい。キャンドゥは最近来たようですね。こんなのはちょっと見たことなかったです。この公民館のようなのも昔からありました。そしてこの辺りに友江という駄菓子屋があったんです。おじいさんが一人で経営していた駄菓子屋、我々が子供の頃はよく通っていたもんです。ここだったかな、
多分この辺りだったと思うんです。懐かしいです、トモエ。そしてここの旅館亀屋、ここもかなりの老舗です。ただ泊まったことはありませんが、中はどうなっているのかいつも気になっていました。この八尾鶴本店も この風景は本当にもう40年以上前から変わっていないような感じがします。ただここの時計がいつもよく止まるんです。だからこの時計を当てにしていてはえらい目に遭う時がよくありました。それではこの路地を通って高槻駅の方に行きたいと思います。この狭い路地を抜けると JR の高槻駅に出るはずです。左手に見えるのが先ほどのアルプラザ。そしてここが高槻の西口になります。線路が本当に近くて電車が間近に見れるようなそんなシチュエーションです。東海道本線ですので結構いろんな電車が通ります。そして高槻の再開発してこういう形になるようですね。今度は西部の方から天神さんの方に歩いていきたいと思います。この辺りの通りも本当に変わらない。ただ一番大きく変わったのは西武百貨店が阪急百貨店になったということでしょう。2019年に西武百貨店から阪急百貨店に変わりました。やはり高槻市民にとってはちょっと感慨深いものがあるのではないでしょうか。もう45年ほど西武百貨店として営業していたようです。パチンコ屋とかはこの昔にはなかったと思うんですが、今このように派手な看板で、パチンコ屋は本当にもう街の雰囲気をこう、なんて言いますか、これ以上あまり言いませんけれども、どうなのかなっていう感じがします。サラ金屋の看板とパチンコ屋の看板、これが街の格をかなり落とすんじゃないかなと。まあ、これは私の偏見なのでしょうね。このビルは私が子供の時に建ったビルです。かなり古いですよ。その時に入ったカメラはそのままあります。今はどうか分かりませんが、私が子供の頃は天神祭りといって夏にここの両端に出店がダーッと並んで非常に賑やかなものでした。今もあるのでしょうか。で、ここの三井のリハウス、ここは昔はケンタッキーフライドチキンだったんですね。今は
三井のリハウスになっています。あの頃のケンタッキーは本当に憧れでした。値段も確か高かったと思います。まあ今でも高いですが。そしてこの立派な鳥居、この先に天神さんがあります。昭和52年に建立されたということです。以上、高槻駅北口からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。